はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。みゆき様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。42歳パート様、広志有川様、兵庫出身様、ホワイトソース、だし命様、お手紙ありがとうございました。なんか揃いも揃ってですね、地域のですね、外国人のこと書いてありまして、ちょっと今日はご紹介したいと思います。こんな感じね。岸田総理が外国人を入国させるから、滋賀のバブル期にできたショッピングセンターは中国とネパールだらけです。設備も古く、テナントも入らないので、ルールを緩くして外国人経営店舗でも OK にしたら、ゴミルール守らない外国人まみれ、中国とネパールでいざこざ、刃物沙汰とか発生、注意すると逆ギレ、差別が、日本の欠点ばかり言ってやりたい放題、賃料も遅れて3ヶ月遅れてやっと1ヶ月分払う、そのくせ、ベンツやアウディに乗って出勤、フランスのアフリカ系の暴動みたいなの日本で近々起きますね、責任取れない政治屋ばっかりだから、菅前総理みたいなやる気のある人でもマスコミが潰すからもうダメですと、楠田先生は政治屋じゃなくて政治家でいてくださいね、こちらは広志有川さんですね、ホワイトソースだし命さん、10月のブラジルビザなしが怖い、神奈川県、はすでにブラジル人に乗っ取られつつあります。埼玉だけじゃないです。全部岸田のせい。もうすでに外国人が学校を作ってます。杉並のネパール学校、西日暮里の、ミャンマー学校、関西の平野地区からベトナム学園、勝手にもうできてます。そうなんだ。アメリカンスクール、フランススクールは知ってましたけど、不法滞在が今日まで呼び寄せています。それに不法滞在中の出産も実は日本人が負担されています。みんな知らない。母子保護法は国籍や在留資格に関係なく日本で妊娠している全ての女性に適用されるものであるため、妊婦が在留資格のない非正規滞在者とあったとしても、通常の場合であれば、本人と自治体のちょっと読めなくなってきました。兵庫県出身様、兵庫県が半島系や朝鮮学校や韓国系学園やに税金を多く支払う理由は山口組です。組員の多くはあれ、長山や木下や井上、ばっかり、金なんとか、ちょっと読めません。生活保護を外国人に支給することにしたのも多分だけど、神戸市長区の在日が神戸市の在日が役場の窓口に押しかけて、なし崩しに OK にしたからだったような。これ阪神教育事件って言いましたっけ。そんなのありましたよね。ちなみに長田区は東京で例えると新大久保みたいなところです。3世4世になりだいぶまともな人も増えているけど、中には神奈川の川崎のイカれたやつみたいなちらほらいます。神戸市役所も在日特用枠、まだ在日用枠、神戸市役所まだ残ってると思うけど忘れた。30年前は確実にあった。地元の神戸新聞も金山、金田、永田は合格しても山田や靴沢は、採用されません。うすうすみんなの知るとこです。知事は維新、市長は立憲出身者が多いですと。42歳パート様、子供が少なくなったのは雇用機会均等法原因があります。靴沢先生ので確信です。子供小学校の PTA に外国人が何名かいます。解体業やカレー屋は許せますが、半分超えて生活保護をもらって市営住宅にも住んでいます。PTA に何人かいて、その中の半分は生活保護だっちゅうことでしょうか。土地柄、東海地方は特に南米のブラジル人やペルー人が多く、怠け者なので働かずダラダラしています。子供も 3,4 人います。家計がやばいのでパート勤めです。犯罪も多く、西山敦子系の
外国人の身元保守と国選弁護料で稼ぐ自称人権派弁護士のせいです。すぐに、不起訴に、市営住宅に居座っています。無職で家にいたら子作りしちゃ娯楽ないです。もううんざりですと。そんなことになってんですか。PTA の半分、PTA に来てる外国人の親の半分が、半分以上が生活保護。ひょっとしたらの生活保護で暇なんだから PTA やれって押し付けられたのかもしんないですけれども、どこの地区も大変ですね。なんかね、一回めちゃくちゃになってならないとみんな目が覚めないのかなーんてちょっと今は絶望しておりますけれども、私一人の力でね、今の状況全部改善できるわけもないんで、無力感にとらわれておりますけれども、例えばですけど、テレビ局の幹部の家族が外国人に害されたであるとかしないと目覚めねえのかな。経団連の経営陣の、家族、まあ大企業の社長や専務や常務の家族が外国人に害されたとかじゃないと、外国人労働力入れるとか、寝ぼけたこと言ってますけど、目覚めねえのかな。あとは川口で暴動起きとかね、市役所、占拠されちゃうとかね、暴力で。とかないと、目覚めねえのかな。めちゃくちゃになんないと、一旦めちゃくちゃになんないと、なんかめちゃくちゃな時期起きないと、目覚めねえのかな、非常に無力感にとらわれて、おります。皆様お手紙、ありがとうございました。メールだとなかなかご紹介できないんですけれども、お手紙いただければ今後もご紹介したいと思います。英国政府、不法滞在者を雇った企業に罰金1000万円、部屋を貸したら罰金90万円を大家に課す、不法滞在ビジネス根絶を目指す方針。羨ましいですね。日本は実習制度でですね、毎年毎年不法滞在者数千人単位で増やしてるでしょ。もうバカで救いようがねえなー。経団連の要求とかでやってんでしょうけど、もうバカで救いようがねえなーって、思います。家族が害されないと目覚めねえのかなーお前らはなー、いう感じでね。台風7号、明日昼ぐらいに大阪府堺市付近に上陸の見込み。これ中心風速が55メーターで猛烈だそうであります。トラックは横倒し、軽自動車だったらズリズリ動くんじゃねえかな、滑っていくんじゃねえかなというような風速、付近の方はご注意ください。私、東日本大震災で停電、断ガス、断水が4日ぐらい続いて、往生しましたけれども、これに備えてですね、懐中電灯や惣菜パン、飲料水買っておきましょう。なんで惣菜パンっていうかっていうと、火使わなくても、お湯とかなくても食えるもの、まあカロリーメイトなんかもいいですけれどもね。風呂に綺麗な水溜めておきましょう。マンションとかだと断水しなくても、停電しちゃうとですね、水道も止まります。屋上のタンクに水汲み上げられなくなって、水道も止まっちゃうんで、トイレ流すのに必要です。風呂の水、洗面器でガボーンってやると大体流れますんでね。下水も詰まっちゃった、止まっちゃったなんていうと往生しちゃいますけど、逆流してくるなんていうと往生しちゃいますけど、その時は避難場所に行くしかないわな。いざとなったら、その綺麗にな水貯めといてください。沸かして飲み水、それ用のカセットコンロもあった方がベターであります。ガスが止まる場合がありますんで、台風、地震と違って台風だと断水やガス断、断ガスはちょっと考えにくいんですけど、停電はあるでしょうね。電線ぶち切れちゃってさ、あまりの風で、あと電柱倒れちゃったりなんてのもありますもんね、あまりの風でね。用意はしといた方がいいですよ。カセットコンロ、飲料水、ペットボトル、あとなんだっけ、懐中電灯、ろうそくなんか、あと風呂に水を溜めておく、あと何も無加工で食べれるもの、
カロリーメイトやらビスケットやらカップ麺とかはお湯沸かさないといけないんで、まあいざとなったらかじったりで言いますけどもね、大阪の方あご注意よ。 NHK 受信契約を催促する邪魔表示の正式名称は設置確認メッセージです。契約書が入ってしつこく書いてあります。この表示1時間に何分表示するとか内容とか大きさは、NHK の自由自在であります。じゃあ1時間のうちに15分表示にすっかとか、開くたびに表示で15分続くようにすっかって今そうなってるかと思います。自由自在に変える、これをですね、全面表示、全時間表示、全面これで覆っちゃったら簡易っていうか実質スクランブル放送なんですけれども、コストゼロで明日からでもできる。これを全面、全画面覆っちゃって全部の時間ずーっと表示してれば、すなわちスクランブル放送、コストゼロで明日からでも今からでも始めれんですけども、まあ NHK はそれをやらない、絶対に。なぜなら売り上げが半分以下になるって知ってからですね。スクランブルになったらどうなるか、調査やったら半分以下になっちゃった、半分しか契約続けてくれない、今の値段じゃということ調査結果で分かってますからね。日経記事、毎年80万人が減少、使用量が減って水道局が財政難、全国各地で値上げ相次ぐ。皆様の自治体はどうでしょうか、上がっちゃいましたでしょうか。記事にあったのは岡山市で、次上げますよっていう記事がありましたけれども、世論ますます都市部に集中、人口に合わせてインフラも縮小するのは当然、なんで全部維持する方向なんだ、まあ人が減ったらしょうがねえじゃねえかっていう話ですね。水道民営化目指すのも目指す維新もにっこり、過疎地は橋も道路も修繕できてない、コンパクトシティ流行ってないの、今までが安すぎなのでは、水道代が安い土地に集中するだけ、維新が水道民営化推しなのは知らんかったです。世界中で民営化はいい噂は聞きませんけれども、まあ設備をインフラを見張っててくれ、必要な箇所だったら修理しといてくれ、新しい管に特化しといてくれっていうのの任せる委託ぐらいならありなんでしょうかね、民間会社にね。まあまあ民間会社に発注してここの水道管取り替えてくれっていうのは普通にやってますけれども、全面的に一つの会社にじゃあ任せっから、見張ってんだと全域、危ねえとこだったら取っ替えといてねっていうのはぐらいだったらありなのかな。広大な土地に人口4000人が暮らすいわき市旅人町、どのぐらいの広さかっていうと23区の半分はないか、世田谷区ぐらいあったっけな、わかんない、忘れちゃった。ですね、いわき市っていうのが30キロ四方でですね、あれなんです、多摩地区、23区以外の東京都ぐらいの大きさありまして、旅人町って結構それの5分の1ぐらい占めてるんですけど、家建てる前にまず井戸を掘りますで水出ねえかったらそこに家建てられません、水道管通ってないんで、広すぎて、水道施設からあんまりにも離れてるんで水道管引っ張ってない、来れない。ここまでの田舎だと、まあ、水道料金関係ないですけどね、ポンプで水汲み上げるんで、電気代はかかりますけれども、ポツンと一軒家もう井戸水なんでしょうかね、限界集落の最後の一軒とかだと、まあ、水道通ってるでしょうけど、こういうのを維持するコストは、まあ、莫大でしょうね。一軒のために水道を通し続けないといけないのっていうのは、まあ無駄だわな。米の価値が下がったんで田んぼの価値も下がって、先祖伝来の農地を維持するのも大変ですね。何が言いたいかっていうと、まあまあ皆さん田舎に無理して住まなくてもいいんじゃないかっていう、後継者のいない田んぼってどうなんでしょうね。周囲の余裕ある農家に売っちゃうんだろうか。田舎と都会両方暮らしましたけど、私都会の方が暮らしやすいっす。地方の方には申し訳ないですけど、一回都市に住んだら田舎暮らしに特別な憧れがある人以外は田舎に引っ越す人少ないでしょ。特に車、これがないだけで
人生の心配事や煩わしさがだいぶ減ります。出先で気軽に飲酒できないしね。車なくても大丈夫なとこは家賃高いんですけど、車の維持費と燃料代の方が高いんじゃないのかな。で、都心だとね、駅から15分ってとこあんまりないんですよ。だいたい500メーター沖ぐらいに駅あるんで、まあまあ5分ですよ、徒歩。そういうとこだと車いないですけど、家賃は高いわ、車は必要だわっていう、まあ世田谷区とかその辺が一番生活コスト価格かもしんないな。だったらね、山手線の近く、500メーターごとに駅あるようなとこに住んだ方が、住まれた方が、車なくてね、車なしで、車手放して、だってね、車の維持費大変ですよね。ガソリン代も上がってるしね。あとは駐車場代なんかもかかるし、私の住んでるとこの周辺、駐車場いくらかかるのかな、ちょっと調べたら3万5000円でした。月。月額3万5000円。田舎で家借りれちまえやんなのね。冗談じゃねえって話なんですけど、まあ、都市部は車もずなっていう構造になってんすわね。500人に聞きました。いらない特番は1位、24時間テレビ207票。500分の207ですから、すごいなぁ。2位 NHK 紅白87票、24時間テレビぶっちぎりですね。3位レコード大賞67票、理由24時間テレビ感動の押し売り、感動ポルノ、お涙ちょうだい企画とジャニーズタレント、出演者に高額のギャラ偽善だ、 NHK 紅白、親世代は知らない人ばっかりと文句言う、子供たちはスマホばっかりいじってる、制作費かけすぎ、 NHK に娯楽番組は必要か、レコード大賞デギレース感、強すぎ、シンプルに売れた人が受賞すべき、有力事務所のタレントばっかり。皆さん、よく分かってらっしゃいますね。テレビの偽善がね、レコード大賞ってどこでレコード売ってんだよ。レコードを見たことない若者も多いんだね。私が高校生くらいの時だもんな、CD が出たもんな。高校の音楽の先生が出たばっかの CD の機械自費で買い込んで、まあ見してくれたのが初めて、高校2年生の時でしたっけな、忘れしたけど、それまではまあレコード、どこでレコード売ってんの、なんで今でもレコード大賞なんだという話なんですけど、24時間テレビは感動の押し売り、まあその感動もですね、買う人いなくなれば押し売りもなくなんじゃねえのかな。まだ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 惰性で見てる人がいるから、24時間テレビ、毎年毎年批判を浴びながら偽善だっぺ、タレントに出す高額のギャラそのまま寄付したらいいべっていうようなね、スポンサーもなんか偽善だよね、それに金出して広告出して協賛していますからみたいな、偽善だなって、思います。明日いよいよメールトイ様限定で靖国神社正殿参拝懇親会ございます。ご応募された方お忘れなくいらして、ください。あと何言おうとしたんだっけな。あ、そういうわけで明日忙しいんで、ひょっとしたら動画の方アップロードをお休みするかもしれません。あげるかもしれません。懇親会終わってから深夜にちょろっとあげるかもしれません。ちょっと分かりません。明日の動画、何年かぶりにお休み、何年かぶりっていうか、あれか、肺がんの手術した時、以来休んでませんので、まあまあ、休んじゃうかもしれません。休まないかもしれません。どっちなんだ。というわけで、デトックスジャパン。